今年のゴールデンウィークの方はパッパは10連休だったんですけれども、久しぶりに前半の3日は大分の白加湖というところでキャンプをしてきました。お天気の方も初日がちょっと雨だったんですけれども、2日目以降は天気も良くて、久しぶりにキャンプやって、なかなか、リフレッシュできたと思います。で、そのキャンプ行った後は、子供たちは基本的に学校があるんで、カレンダー通りのお休みなんですけれども、その後はもう特にどこかに出かけるということはしませんでした。で、ちょっと庭で少しバーベキューしたりですとか、あとはママの畑にちょっと借り出されて少し畑仕事をしたりですとかしていました。で、それ以外にはちょっとハードオフとか行って。最近ちょっとレトロゲームに少しハマってるんですけれども、それをちょっと買ったり、していました。で、ほとんどそうですね。ハードオフとか行ったりしてましたね、それ以外の時は。で、ちょっと今回、ゴールデンウィークに買ったものを、ざっと、ちょっと、紹介していきたいと思います。まずは、これ大分の方のキャンプ場の近くにあったハードオフか。ハードオフで、買った、ゲームですね。で、まずは、こちらですね。チキチキマシンモーレース。これ 3DO っていう、今から30年ぐらい前にパナソニックが出したゲーム機なんですけど、もう今ほとんどこれ見ないですね。3DO のゲームっていうのは。これちょっと売ってたんで、3DO の本体持ってないんですけど、これちょっと買ってみました。これがね、税込みで550円ですね。チキチキマシンモーレース。これレースゲームなのかもしれない。で、これですね。3DO のゲーム。で、もう一枚。3DO のゲームが何個かあったんで、これも、ファイヤーボール。これは、なんかピンボールのゲームっぽいですね。こちらも税込みで、550円ですね。こちらも購入してみました。で、続きましては、今度はこれ、メガ CD。メガドライブの CD 用のゲームですね。これも、あんまりメガドライブのメガ CD 用のゲームも最近も見かけないんですけど、これも550円で売ってたんで、ルナ。これはなんか RP、ロールプレイングゲームだったかな、確か。これが550円だったんで、こちらも購入しました。で、あとは、ジャンクコーナーで、薄型プレイステーション2の、これ多分、電源のアダプターですね。これが税込みで330円だったんで、2つあったんで買ってきました。これも意外とね、こういう、レトロゲーム機、プレステ2がレトロゲーム機かってのはちょっとあるんですけど、こういうアダプターが結構高いんですよ。これ多分、1個1500円ぐらいすると思います。今、手に入れようとしたら。なんで、330円だったんで、2個買ってどうするのかっていうのもありますけど、こちらもそこの大分のハードオフで購入しました。続きましては、これはどこだっけな？行く橋のハードオフで購入したものを紹介していただきたいと思います。で、こちらはまず、Nintendo 64のドゥーム。これが税込みで1100円ですね。これもね、あんまり64のドゥームってあんまり見ないんで、確か持ってないと思って買いました。64ドゥーム。これは海外製のゲームだったと思います。ドゥームっていうのは。それと、あともう一個ジャンク品で、
セガサターンのアーケードスティックが税込み550円で売ってたんで、これもちょっと買ってしまいました。あんまりもうセガサターンのこういった周辺機器ももう見ないですよね。はい。こちらもまあジャンクなんで動くかちょっとわかんないですけど、550円だったらまあ、はい、いいかなということで、はい。こちらを購入してみました。で、これが、はい、この2点が一応、行橋のハートフですね。はい。うん。で、続きましては、あとどこ行ったっけ？あ、下関のハードオフにも行きました。はい。下関のハードオフはね、結構、帰りが関門トンネルが結構混んでて、はい。帰るのにちょっと時間かかっちゃったんですけど、こちらも、はい、まず、64の、これはジャンク品出しでしたね。パチンコワールド64。はい。これは200円です。税込みで。確かこれは持ってなかったと思ったんで、買いました。で、あともう一個が、今度はファミコンのソフト1942ですね。カプコンのシューティングゲーム。これが税込みで500円だったんで、結構これ、綺麗、状態がいいです。結構カセットが綺麗だったんで、うん、これも持ってなかったと思った、確か。で、1942。はい。こちらは500円で買いました。はい。この2本が、下関のハードオフスで購入したもの。はい。はい。さらに続きまして、今度は、やは、違うな。これ、小倉の方のブックオフで買いました。はい。まず、一つ目が、PC エンジンのゲームですね。トイショップボーイズ。はい。これなんかシューティングゲームみたいです。これあまり、これもあんまり見たことない。480円ですね。あ、税込みだと528円。はい。これでしょ。で、あとは、セガサターンの大戦略作戦ファイル。これも、まあ、税込みで528円ですね。はい。これでしょ。で、あとは、なんか同じようなのがもう一個あって、大戦略、ワールドアドバンス大戦略、鋼鉄の旋風。はい。これも528円。これは、はい。ウォーシュミュレーションゲームですね。大戦略っていう昔からパソコンの、元はパソコンのウォーシュミュレーションゲームだったと思います。はい。大戦略、この2本が、はい。あったんで、こちらと、あとちょっと安いのを、はい。これもセガサターンで、上海、グレートモーメンツ。これは税込みで297円。これ安いですね。はい。あとこちらが、サンダーホーク2。これ110円。税込みで。これは何だろう。これはなんか、ヘリコプターの、なんか、ゲームみたいですね。はい。で、この上海はこう、もう昔からある。あの、麻雀のパイをこう取るパズルゲームですね。これはもう古典的なパズルゲーム、昔からある、はい、ゲームですね。はい。で、あとは、そう。あとは、こちらもセガサターンで、桜大戦。はい。これも110円でした。はい。ドリームキャスト版持ってるんですけど、まあ、110円なんで、もともと出たオリジナルの、はい。セガサターン版も購入してみました。これも安い、ね。で、あとここは、任天堂64の結構品揃いがあって、持ってないやつをいろいろちょっと買ってきました。まず1本目は、なんだろうね、これシティツアーグランプリっていうのかな？ちょっとどんなゲーム？まあ、これも多分車のゲームだと思います。ちょっと、知らないんでわかんないですけど、はい。これ多分、まあ、
レーシングゲームでしょ。車のこういったツーリングカーのゲームなのかな。はい。と、はい、こちらと、では、タイ、続きまで、これがいいか。これは税込みで290円ですね。はい。で、続きまして、これも任天堂64で、エクストリーム G。はい。これも、なんか、F0 っぽいゲームなのかな、多分。ちょっとわかんない。おう。お名前ですね。岡橋さん。岡橋くんのゲームかな。はい。これ110円でした。はい。安い。それで続きまして、はい。これ、ロックマンダッシュ。はい。こちらが、510円ですね。税込みで。はい。ロックマンダッシュがちょっと高かったかな。はい。で、あと、はい。これも任天堂64で、ロードランナー 3D。こんなのもあんだね。あ、これもちょっと高いね。510円。はい。これはロードランナーの 3D 版なのかな。はい。で、はい。で、続きまして、こちら。ゆけゆけトラブルメーカーズ、トレジャーエニックス。これ290円。これシューティングゲームかな、多分トレジャーから。あ、これも名前入りや。岡橋くんのだ。はい、岡橋くんのトラブルメーカーズ。これが290円でした。はい。で、最後が、はい、こちら。デザイモン 3D。はい、これが税込みで297円でした。これはなんか多分、自分で作る 3D シューティングゲームって書いてあるんで、はい。なんか自分でゲームが作れるんでしょうね、きっと。はい。以上、はい。64が6本。と、サターンのゲームが、5本と、あと PC エンジンか。PC エンジンのやつを1個、はい、ここのブックオフで購入しました。はい。はい、そして最後が、これもブックオフですね。カズトのテニス教室を送って、ついでにちょっと寄ったブックオフで購入したゲーム。はい、まず、はい、一つ目が、はい、これプレイステーション用のゲームかな。ポケットファイターっつうのかな、これ。はい、ちょっとどんなゲーム、多分格闘ゲームなのかな、これ。ちょっとどんなゲームかわかんないんですけど、これが税込みで330円でしたね。はい。と、今回、買ったのが多分一番高いやつかな。ゲームボーイアドバンスのマザー3。これがね、税込みで4980円。高い。これ多分ほとんど新品と値段同じぐらいじゃないかな、多分当時の。ちょっと箱の潰れとかはあるんですけど、はい。これもちょっと結構プレミアついてますね、今は。はい。で、今、もともとゲームボーイアドバンスの今、マザー1-2持ってて、はい。それちょっとやってるんで、まあ、買った時クリアしてなかったんで、今、暇つぶしに、キャンプとかにもこれちょっと持ってって、ちょっと暇つぶしにやってるんですけど、1はクリアして、今、2やってる最中です。いや、これも3も欲しいなと思って、ちょっとブックオフ行ったら箱付きであったんで、ちょっと高かったんですけど、購入しました。箱付き、まあ、取説もちゃんと入ってたんで、まあまあ、相場もこのぐらいするんで、まあちょっと高いですけど、まあいいかなと。はい、購入しました。で、まあ今回ゴールデンウィーク買ったのはこれで全部かな。はい。まあ、こんな感じで、まあ、今年のゴールデンウィークは、まあちょっとキャンプも行けたんで、まあ良かったかなと。まあ、お天気もね、初日が雨ぐらいであんまり天気も悪くなかったんで、はい。皆さんもいろいろなところで遊びたいんじゃないかなと思います。はい。ということで、はい、今年のゴールデンウィークもあと、まあ今日土曜なんですけど、まあ明日で終わりってことで、
はい、またね、明後日から仕事頑張りたいと思います。はい、じゃあバイバイ。